口絵とは、イラストレーションの一種であるが、必ず単行本、雑誌などの関東に入れられたものを指す。このため、フロンティスピースとも呼ばれる。近年、美術的価値を認められる作品は、木版画による木版口絵である。本校もこの木版口絵について述べる。口絵の重要な使命は小説における、主人公の紹介にあった。小説のあらすじ。 事件などを表す必要はなく、登場人物の風貌や性格をその時の風俗と共に描き出して、口絵に描かれた人物を見ただけで、時代やその人物の社会的身分、地位などといった特徴を読者が把握できるようにすることにあった。これは、江戸後期の特本のジャンルから始まったもので、極低馬近の作品には、観光するごとに、関東の南朝文化を利用して、 主人公のみならず、登場人物の紹介を行ったものがある。かぶらキきよかによれば、草草詞はすべて上下2冊が一辺になる仕組みでこれを一緒に出版する。2冊とも表紙に木版極彩色のものがついていて、並べれば画面は続く。これが口絵に点火していったものではないかと思うのである。という説と、絵草詞の中の1ページが、 登場人物を紹介するという口絵の目的に沿って描かれ、大型化したものであるという説がある。口絵に使用される版画には、木版画、石版画、銅版画、コロタイプ及び写真があるが、現在において美術品として価値が認められており、注目を集めているのは、浮世絵版画と同様の技術で制作された、木版画による口絵である。江戸時代における浮世絵木版画の場合には、 絵師、り師、すり師、版元による四者共同により仕上げられる作品であったが、近代文学木版口絵においては、出版社がかつての版元の役割を果たし、そこに文学者も加わって五者による共同作品となり、口絵を描く画家には事前に文学作品を読解することが義務付けられるようになった。 この木半口絵のサイズは、およそ A4 サイズで、それが3つ折り、4つ折りの折り込みとなるか、または、菊板サイズの本に見開き、1ページものとなって、単行本や雑誌の関東に付けられた彩色キスリの基本がであった。時期の早いものでは1884年に出版された歌川国松の南海気分誉れ恩信があり、また、1889年に、 春陽堂から刊行された新作12番という文芸草書のシリーズ1895年に博文館から雑誌文芸クラブが発行されると読者を引きつける目的で効果につくのも厭わずに木版口絵をつけることとしたそれからほぼ毎年毎号発刊第1号から大正3年半ばまで国際式による木版口絵が20年間にわたって 雑誌関東に挿入され続けた。こうして、明治30年代には、口への入らない雑誌や本は売れないと言われるまでに、多色すり木版口へは、流星を極めた。木版口への中には、江戸期のすり物を思わせるような、入念な、掘りすりで放書し、木版数十度手すりの税を尽くしたものも見られ、このような明治後期の木版口への時代における差し絵、 口絵の制作のあり方が、江戸西系の復興や伝統木版の復権としての、新版が成立への佳強となっているとの指摘もある。その後、文芸クラブにおいては8年目に当たる1902年からは、完全に独立した美人画を口絵として採用するようになり、20年目となる1914年に木版口絵の掲載をやめるまでにつけられた口絵の、 総数は295枚に上るが、そのうち美人画は193枚、実に文芸クラブの口絵総数の3分の2は小説に該当しないものであった。大正に入ってからも家庭小説などに木版口絵は描かれていたが、新たに起こった自然主義文学には木版口絵は必要とされず、大正初期の頃には従来の木版に比べて安価に仕上がるに、 リトグラフやオフセットの口絵にとって変わられた。そのような中でも1939年の頃まで、ヒレ、サキエイホウやカブラキキヨカタによって単行本の口絵が木版画で描かれていた。カブラキキヨカタ、腰タの木。ありがとうございます。